始まりました。軍勢のプラスチック教室です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は汎用プラスチックの中の OPP というフィルムをご紹介したいと思います。 OPP っていうのはポリプロピレンの延伸したフィルムという総称で OPP という名前がついてるんですが、いろんな特徴があります。例えばパンの袋とかにもよく使われますし、あとはボールペンとかが入っているような雑貨の袋、他にもおせんべいの袋なんかにもよく使われてます。特徴としては防湿性が高いということが挙げられまして、なのでおかきとかおせんべいが湿気ない、そのために OPP が使われます。あとは種類が豊富っていうことで、例えば OPP のフィルムにシール性のある原料なんかを押し出してヒートシール性のある OPP が作れたりだとか、あと製防性を持ったもの、防丼性を持ったもの、そういったカスタマイズができるっていうのが OPP の特徴です。あとは以前動画に上げたフィルムには角度がつきますよという動画を上げましたけれども、 OPP に関してはその角度っていう概念がありませんので、縦にも横にも切ることができるという素材になってます。あとは比較的最近見直されている特徴として、低比重というポイントが挙げられます。低比重だと何がいいのかっていうと、水で浮かせられると、で浮いたプラスチックをまた回収してリサイクルができるっていうのが PP の場合できますので、こういったことで最近見直されている原料になってます。しかしながらデメリットもありまして、耐熱性がありませんので、ボイルとかレトルトとかするようなパッケージには向きません。あとは酸素も結構通してしまいますので、酸素と結びついて劣化してしまうような食品なんかにもどちらかというと向きません。 OPP が裂けやすいという特徴にも起因してまして、例えば重量物なんかを入れる袋にはどちらかというと向きません。あと OPP っていう素材自体がタイピンホール性がないっていうような印象を持たれてらっしゃる方も多いかなと思います。確かに物性表とか見ると突き刺しとか摩耗とかっていうのはどちらかというと低い傾向にあるんですけど、特に耐屈曲性に関しても抜群の数値を持ってます。これはOPP という原料自体がガラスペイン点がかなり低い材料になってますので、流動性が高いと、そういったことで耐屈曲性という物性項目でいくともう抜群の数値を持ってます。ですので、例えば耐ピンホール性が高いと言われているナイロンフィルムの表面に OPP を貼り合わせる OP ナイロン LL とか、そういった構成でいくと耐屈曲性は強くなります。でフィルムの枚数も多くなるんで、耐突き刺し摩耗も強くなるということで、ピンホールをなくしたいということでダブルナイロンなんかにするよりもよっぽどコスト的、耐ピンホール性能的に有用な構成になります。この PP という原料を生かして無塩心の CPP、 キャストの C ですね、 CPP と組み合わせて OPP と CPP をラミネートしている包材っていうのは世の中にたくさんあります。よく OPCP とか略して呼ばれたりもしてます。はい、皆さん OPP というフィルムに関してお分かりいただけましたでしょうか。軍勢ではプラスチック教室の YouTube を通して環境問題であったりフードロス問題、またプラスチックに関する豆知識なんかも動画を通じて配信をさせていただいておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では。